はい、では続きやっていこうと思います。で、ここの先イベントかな。この花、覚えてる？ああ、オルバの村に咲いてたよな。もうすぐだね。グランパルスがこうなったのは私のせいだろ。え？この私だった。あの時ラグナロクになってコクーンを傷つけたのも、グランパルスをこんなにしたのも私なんだ。何言ってるの？思い出したんだ、使命を果たした時のこと全部な。嘘。みんな私のせいだった。違う。あ、召喚獣か。手続きに出るな。ポープファングに続いてバニラか。心が揺れたな。ほら、やっぱ図星じゃねえか。思い出したって言うの？嘘はお互い様だ。お前は全部覚えてたんだろ。あれはファングのせいじゃない。悪い、話は後にしてくんねえか。じゃあやりましょう、早速。え、二人でやんの？マジ？ちょっと待って、あ、こんにちは。そうです、TP ライブラスコアアップ。はいはい、もう一回よいしょ。エブラスコープ、これで見よう。チェーンボーナスを貯めるものを主として認めます。治療して痛みを癒すものを主として認めます。敵を妨害し弱めるものを主として認めます。チェーンボーナスを貯めるということは、あれ、なんだっけ。あれ、アタッカーじゃなくて、あの、魔法ね。で、治療して痛み、これヒーラーだよね。で、敵を妨害するってことは邪魔か。じゃあまずはあれだな、待って、ブラスターじゃなくて邪魔アタッカーでジャムジャムして。お、ヘカトンケール。怖い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 。いてててててて、いてててててて。リベンジスタイルだと、ちょっと待って、シールドピュア？怖いなぁ。オッケー、もう行くか。わぁ、怖っ。強くない？ちょっとこいつやばいやばいやばい。ファングがファングがファングが。うっとうしいんだよ。アサルトピューあった方がいいな、これな。やばい、時間がない。そう、アサルトジャム。あ、よかった、勝ってるね。一気に声来るからね、そこが怖いっすよね。痛くない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、怖い怖い怖い。これなんだ、リベンジスタイルの時に攻撃すればいいのか。でもなんかすごいリベンジだからめっちゃなんか飛んできそうだけどね。あ、これ多分一回では無理だな、多分。まだいける、まだいける、まだいける。ホラッシュってやつがやだ。もうリベンジスタイル。そろ
そろあれか、シールドキュアか。これちょっとあれだな、あのオプティマがちょっと足りないな。いけてるね。チキンキック、負けない。よいしょ。これアサルトジャム、うん、わあ、もう無理だこれ。うー、これもう一回やり直しやね。うん、リベンジスタイルってと、あのリベンジモードの時がちょっとあのチャンスかもしんないな。うん、オッケー。さて2回戦。これなんかリベンジスタイルの時がチャンスだね。攻撃してこないから、でそれを解除したらなんか攻撃のラッシュがめっちゃ来るから、その時にちゃんとガードをしないとダメかもな。よし、あ、そっちかな。待って、シールドで、この時にちょっとあのデバフをかけたい。よし、わー怖え。お、で、リベンジスタイルにしてきた。で、アサルトバスターに変えて、やっぱなんかほんとデバフかけるとこう、あのゲージの上がり方が全然違うな。よしよしよし、うおー、くるー。これシールドケアの方がいいか。いけてね。あ、また来た。よし、リベンジスタイル。お、もう半分じゃん。次ちょっとシールドキュアの方がいいかもね。解除してきた。あ、よし、シールドキュアに変える。でで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 、よし、お、ちょ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 、パンチャンス。あ、あ、また引くか。よし、は攻撃してこの後デバフをかけたい。よし、ゲームジャム。鬱陶しいんだよ。痛い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 。めっちゃ攻撃してくんな。よし、リベンジスタイル来たな。ヘタトン。まだか、あとちょっとなんだけどな。まだか。お、よし、オッケー、来たー。あー、お疲れ様でございました。よし、やったねー。おー、やったこれで全員召喚獣持ったか。おかしいと思ったんだ。国運に来てからずっと使命に怯えてるみたいだったけど、レインズの話を聞いたら納得いった。知ってたんだな、ラグナロクは全部をぶっ壊す力って。私がずるいから嫌なこと全部ファングが。だからって隠してんじゃねえよ。私が喜ぶと思ったか。何でも自分のせいにしやがって。悪かった、抱えさせて。もう一人で背負うな。
めんなさい。泣きたいのはこっちだっつうの。家族も増えたんだ。今度はぐれたら許さねえぞ。ファングかっこいい。非常にゆりゆりしていたな。もうなんかもう夫婦の会話だったよね。ファングとバニラ。まあ、でもね、もう家族レベルで大切な人ってことやんな、お互いにな。ということで、オートクリップを確認していこうと思います。では、第11章。召喚獣ヘカトンケロ。本当にもう、立て続けに来たな。で、オンファンを倒して国運を破壊するという使命を果たせなければ、ライトニングたちは死骸と化す。しかし、国運の崩壊は数千万の死を招く。そんな過酷な宿命を乗り越える手がかりを求め、彼らはオルバ教を目指してグランパルスを復上している。獣たちが、かける果てしない荒野に人間の姿はない。かつて確かに存在していた文明が滅び去ったのは、国運とグランパルスが争った数百年前の目視戦争が原因なのだろうかと。あ、ちょっと待って、まだある。あるね。バニラがずっと隠していた真実をファンゴはついに確かめた。あの戦いの時、魔獣ラグナロクに変身して国運を攻撃したのはファングだった。それを思い出せばファングが己を責めると思ってバニラは事実を伏せていたのだ。あくまで事実を拒もうとするバニラを戒めるように召喚獣ヘカトンケールが現れる。どんなに残酷であろうともルシたちは真実へと進まねばならないと。なるほどね。そう、最初はね、バニラがラグナロクに変身して、で、国運攻撃したって言われてたけど、それは嘘で、本当はファングだったっていう話ね。で、ファングのことを思ってバニラは隠してたってことですな。お、オルバユファング。グランパルスのオルバ教で生まれたルシ。その名はオルバ教ユン氏族のファングを意味する。数百年前、彼女とバニラは国運を滅ぼす使命を与えられた。彼女はラグナロクに変身して国運を滅ぼしかけたが、使命完遂前に二人ともクリスタルになった。彼女たちが眠っていた遺跡はファルシによって国運に引き上げられる。後年国運で覚醒した時、彼女の烙印は焼け焦げ、当時の記憶を失っていたと。はい。オッケーでーす。じゃあ行きましょう。これでね、バニラの攻撃回数の手数がね、1増えたわけで。待って。はい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 。待ちませんって。さあ、さらに進んでいこう。はい。こいつ争ってね。そんなことない。違う？あー、取れないか、クソが。待って、ラッシュアサルトでええねん。やばい、お隙間が全部解除されちゃってんのかな。パーティー変えるときになんかお気に入りモードとかあればいいのね。よいしょ。基本的にラッシュアサルトでいけるけど、今のところ雑魚は。いいね。取れろ、オッケー。なんかでかいのいるんだけど、目の前に。ちょい。ちょっとセブしよう。え、あいつ敵なのかな。どっちから行く。下なんか敵がたくさんいるから、相手もありそうなんだよ。やつのエネルギー源は何なんだ。じゃあこっちが正解ルートか。ちょっと待って。え、なんかでかいのいるよね。挑んでみよっか。頼もう。あ、通常 BGM だ。 BGM はえ、ジャガーノート。あ、セブンリメイクでもこんなのいたような気がするな。先にこれでバフデバフするか。あ、結構強い。
ちょっと待って、ちょっと待って。やばい。これか。はい。やばい。オッケー。あ、デバフかかってる？じゃあラッシュアサルトで攻めるか。やばい、調子乗ってたらボコボコにされた。やっぱでかい敵は強いんだね。はい。なかなかブレイクしません。おお、ちょっと待って。あ、ちょっ、やば、こんにゃろう、久しぶりに紅を使わな。怖い。こいつ強いんだけど。ちょっと待って、デバフがしっかりかけたいね。あった。痛い。でもまだピアノがって来てないよね。うお。こいつ。よし。こういうレベルのさ、敵を楽々倒せるようにしないとさ、アルカキルティ大平原にいるでっかいカメは倒せないのかな。とか、あいつ倒せんの？あのカメ。お願い！ブレイク！ブレイク！オッケー！いいぞー！あとはもう殴るだけ。よし。いいね、ずっと浮いてる。あとちょっとなんだけどな。デバフはかかってないから HP の減りが遅い。おお、倒したか。おお、強かった。
そう到着かな。お、そうそう到着。力は逃げてます、極力。お、なんか広いところが見えてきたけど、まだ違うか。ついちゃ、あ、びっくりマーク見えたぞ。あ、なんか動かすのか。あ、これか、チェック。さっき戦ったやつやん。行き止まりかよ。新たな道はどこへやらだな。うわー、止まれ、止まってよ。バイルピースを思い出すな。ねえ、動かしたの。パンプ逃げろ。うわ、すげえな、止めちまったぞ。いい教訓だな。たとえファルシが相手でも力を合わせりゃ立ち向かえる。俺らもそうありたいもんだ。説教臭いぜおっさん。アイスが止まってるうちにさっさと乗っちまおうや。おお、すげえ、あのゴロゴロ動いてたファルシを止めちゃったっていうね。やるやん。出発かい。出発します。1000ポイントないのが怖いけど。お、ライド乗ります。はい、すげえ、ファルシに乗っちゃった。どうやって乗ったんだろうね。中に入ったのかな。なんかドアみたいなのがあって。あ、お前ここにもあんのか、ミッション。これ、あ、19。崩れた三角関係、急がなくちゃ。あいつに先を越されてなるもんか。俺がスリアコのウリディシムを倒すんだ。俺とあいつと俺たちのお姫様、3人はガキの頃からいつも一緒だった。姫が選んだのはあいつだった。あいつがクリスタルになったら、姫が悲しむ。姫にはずっと笑っていてほしいから、クリスタルになるのはこの俺だと。ちょっとかっこいいんだけど。はーい。じゃあ、ミッション、スタートしまーす。ちなみに場所はどこなんです？あ、まあ、あ、結構先だね。なんか、微妙に見えたけど。はい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 。セーブしとこう。じゃあちょっと今回短いけどここまでにしとこうかなと思います。はい、じゃあ次回はこの先ですね。なんかスーリア湖ってところに行くのかな、これから。って感じですけど。そうかな。あ、もうスーリア湖なのか。じゃあ次回、新しいダンジョンからやっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。